アシア・ジェバールは、アルジェリアの小説家、映像作家、大学教員。1955年に、アルジェリアの女性として、初めてフランスの高等師範学校に入学し、2005年に、マグレブ出身者として、初めてアカデミー・フランセーズの会員に選出された。ティパザケン・シェル・シェルで、母方の部族の女性たちに聞き取りを行い、その、沈黙の声を伝えるために、 映画、シェーヌアさんの女たちのヌーバを制作。以後も、アルジェリアの女性たちを描いた、居室の中のアルジェの女たち、墓のない女などを発表し、ノイシュタット国際文学賞、ドイツ書籍協会平和賞など多くの文学賞を受賞した。また、歴史学者として主に、マグレブの歴史を研究し、アルジェ大学、ルイジアナ州立大学、ニューヨーク大学などで教弁を取った。 アシア・ジェバールは1936年6月30日、ファーティマ・ゾフラー・イマライエーヌとして、アルジェ県のアイン・ベセムの小村ウレドハムに生まれた。母・バヒア・サフラウイの祖先は、代々アルジェリア北端のシェル・シェルに住んでいた部族で、フランスによるアルジェリア侵略、植民地化に抵抗して、アブド・アブデル・カデルと共に戦った、ベルカニー族であり、父・タハル・イマライエーヌの祖先は、 ベルベル人である。父田春は小学校教員であり、自らフランス語を習得して教えていたことから、ジェバールをフランス語の学校に入れた。彼女は他の部族の言語も学び、マドラサにも通った。こうした幅広い教育、外の世界に開かれた教育、さらなる可能性を切り開くための高等教育を受けることになったのは、父親の影響によるものであった。 ブリダ県ムザヤの小学校を卒業後、ケントブリダのリセで、中等教育を受け、古典文学、特に、ギリシア、ラテンの古典文学を学んだ。バカロレア取得後、アルゼのリセビュー城の文科大学準備級に進んだ。リセの学長の勧めで、フランスのグランゼコール準備級に進むことになり、1954年10月に、トフツ、パリロックのリセフェネオンに入学した。 1955年にアルジェリアの女性として初めて高等師範学校、通称セーブル高等師範学校、1985年にパリ高等師範学校に合併に入学した。アラブの歴史、文化を専攻したかったが、高等師範学校には関連の学部、学科がなかったため、歴史学を専攻した。ジェバールが突出した。 直後の1954年11月1日、アルジェリア民族解放戦線が率いる一斉放棄により、アルジェリア独立戦争が勃発し、1956年5月、民族解放戦線の呼びかけに応じて、アルジェリアイスラム教都学生総同盟が抗議、試験のボイコットによる解放のための闘争を開始した。学業を中断して、 FLN の民族解放軍に入隊する学生もいた。彼らは自由なくして学位に意味はない。学位を一つ余分に取ったからといって立派な主体になれるわけではない。我々の民族が果敢に戦っている時に学業を続けて学位を次々と取ったところでそれが何になるのかと訴えた。アルジェリアイスラム教徒学生総同盟は 翌1957年の10月に新国家建設という新たな使命を担うものとして民族解放戦線から独立した活動を開始するためにボイコットを中止することになるがこの運動を支持したジェバールは高等師範学校の試験を受けず従って学位を取得しなかった1958年に民族解放戦線の活動家 アフメド・ウルドルイスと結婚し、チュニスに亡命した。彼とは1975年に離婚し、1981年に、フランス語アルジェリア文学の作家、マレク・アルアと再婚、2005年に離婚した。ウルドルイスは、バリド・ガルンの筆名で活躍した作家で、ジェバールが1969年に発表した曲、赤い、夜明けの執筆に協力し、アルアは ジェバールが1982年に制作した映画、ゼルダ、あるいは忘却の歌の脚本を書いている。また、ジェバールとウルドルイスは、1965年に5歳の男児を、孤児院から引き取り、養子にした。アルジェリア戦争中に生まれた、モハメドの実の母は、彼が2000年に裁判を起こした時に初めて、フランス軍に拷問、暴行されたことを明らかにした。 ジェバールには、息子の他、ジャリラ・イマラ・イエーヌ・ジェンナヌという娘がいる。夫と共に、チュニスに逃れたジェバールは、地下活動に入り、国境近くで、アルジェリア難民と連絡を取って、彼らに取材し、合わせて、現地の歴史、文化についても調査を行った。この調査は、彼女の後の研究の基盤となる。さらに、 アルジェリア共産党系のエルム・ジャヒドが身に寄港していた独立運動家で、精神科医のフランツ・ファノンに連絡を取り、取材した内容を記事にして同志に寄港した。ジェバールは次に、モロッコに亡命し、1959年から1962年まで、ラバトモン科大学で、マグレブ近現代史を教える傍ら、イスラム学者のルイ・マシニョンとジャック・ベルクに支持し、 博士論文執筆のために、マグレブの中世史と19世紀の歴史について研究し始めた。教職についていた上に、すでに創作活動を開始していたため、博士号を取得するのは、作家として名を成した後の1999年のことだが、この時は、フランス語マグレブ小説2つの言語。 二つの文化の間で引く40年の歩み足やジェバール1957から1997と題する博士論文をポール・バレリー・モンペリエ大学に提出した。1962年のアルジェリア独立後に帰国し、同年からアルジェ大学で歴史学を教え、新聞、雑誌にも寄稿した。だが、アラブ化政策により高等教育の社会科学の講義は、 アラビア語で行うことが義務付けられたため、一旦教職を離れ、1974年から1980年まで、再び、アルジェ大学で今度は、文学と映画の講座を担当した。1974年から、映像作家として活躍し始め、1980年以降は、執筆活動に専念。再び教職に就くのは1995年以上の、 ことで、同年から2001年までは、ルイジアナ州立大学2001年からは、ニューヨーク大学の教授を務めた。ルイジアナ州では、州立フランスフランス語圏研究センターの所長を、兼任した。アルジェリアのサガンジェバールが諸女作、河きを発表したのは1957年、まだ高等師範学校の学生であった20歳の時のことである。 彼女はこの時初めて、アシア・ジェバールという筆名を使った。アシアは、慰め、または、慰める女性。ジェバールは、誇り、または、ひたきょう、一徹さの意味である。河木は奔放な、若いアルジェリア女性ナディアを、主人公とする小説であり、3年前に発表されて、大きな反響を呼んだフランソワーズ・サガンの、悲しみをこんにちはの主人公。 セッシルの生き方に共通するところがあることから、ジェバールは北アフリカのフランソワーズ・サガン、アルジェリアのサガンと称されることになった。河木は好評を博し、早くも翌1958年に英訳がいたずらとして刊行されたが、作品の文学的な価値とは別に、アルジェリア戦争のさなかにこのような小説を書いたことに対する、 道徳的な観点からの批判もあった。実際、フランス語アルジェリア作家の第一世代を代表する、ムールウド・フェラウンの、貧者の息子、ムールウド・マムリの、忘れられた丘、ムハンマド・デーブの、大きな家、カテブやシーンの、ネジュマはすべて植民地主義の問題を描いた、作品であった。ジェバールは1958年に同じくアルジェリアの、若い女性たちを描いた。 待ちきれない者たち、アルジェリア独立直後の1962年に、新世界の子供たちを発表した。新世界の子供たちはこの続編とされる1967年発表の、ウブナヒバリたちと共に、アルジェリア独立に対する、女性たちの貢献、そしてこの過程における、女性解放運動の起こりを描いた作品である。アルジェの女たち、ドラクロワの、 アルジェの女たちジェバールの居室の中のアルジェの女たちの表紙に掲載された。ジェバールは研究、教育活動との兼ね合い、また映画制作とそのための調査を始めたこともあって、この後1980年まで13年間小説を発表していない。1980年に発表した短編集、居室の中のアルジェの女たちは、ドラクロワの アルゼの女たちと同一のタイトルであり、この作品とこれに触発されてピカソが1954年から55年にかけて制作したアルゼの女たちに描かれる女性たち、しばしばオリエンタリズムと批判されるこれらの女性たちの描写について彼女なりの解釈を試みた評論と虚構の工作する作品であり、文学と絵画の対話である。本書にはピカソの 泣く女との対話である、泣く女と題する短編も含まれる。ジェバールの著書はその多くが、アルバン・ミシェル出版社から刊行されているが、唯一この、居室の中のアルジェの女たちだけは、フェミニストのアントワネット・フークが、フランス女性解放運動の一環として1972年に、創刊した、デファム出版社から刊行された。シェヌワ・サの女たち、 古代ローマの遺跡が残ることセザレーセザレーの古代ローマの遺跡ジェバールの初期の小説と十三年のブランクを経て発表された居室の中のアルジェの女たち以降の作品は題材も作風もかなり異なる彼女はこの間に母方のベルカニ族のトチシェルシェルで長期にわたって調査を行ったアルジェリア北端のシェルシェルは北は地中海に面し南は シェヌア・さんとダフラ山地に取り囲まれている。彼女はこの地で農業を営む女性たちに植民地、時代、アルジェリア戦争中の体験について聞き取りを行い、これに基づいて、シェヌア・さんの女たちのヌーバ、ゼルダ、あるいは忘客の歌の2本の映画を制作した。いずれも記録映画的なフィクションである。シェヌア・さんの女たちのヌーバの、ヌーバは、 アラブ・アンダルシア音楽を支配していた9世紀から12世紀にかけて発展した古典音楽の一形式で楽器と歌の組曲であり、ゼルダ、あるいは傍客の歌のゼルダは土地の聖人を称える儀式である。いずれもアラビア語とフランス語で制作されたテレビ映画で、最初は国営テレビ局アルジェリアテレビで、それぞれ1978年と1982年に、 されたシェヌア・3の女たちのヌーバでは、1913年に、アルジェリア北東部のオーレス山地で民謡を収集した、バルトークへの共感から、彼の音楽を使っている。シェヌア・3の女たちのヌーバはさらに、チュニス県のカルタージュで上映され、翌1979年にェネツィア・ビエンナーレで、国際批評家賞を受賞。 ゼルダ、あるいは忘客の歌は1983年にベルリン国際映画祭で特別賞の歴史映画最優秀賞を受賞した。ジェバールはシェヌワさんの女たちの声を殺すのではなく目覚めさせ亡くなった多くの女たちを蘇らせ強いられた沈黙の声ベールに覆われ押し殺された声を解放するためにこれらの映画や 居室の中のアルジェの女たち以降の作品を書いたと語っている。2002年に発表した小説、墓のない女は映像作家である語り手が1976年に映画制作のためにシェルシェルを訪れ、この地に暮らした一人の女性ズリ派の情熱的、悲劇的な人生について知り、女性たちへの聞き取りに基づいてズリ派の生涯を描くという設定であり、 上記の調査、聞き取り、映画制作の過程を反映する、もう一つの物語である。歴史上の女性を、主人公にしたフィクション一方で、これまでの歴史研究に基づく小説として、フランスによる、アルジェリア占領から独立までをたどった、愛、ファンタジア、アルジェリアにおける、男性支配やハレムの習慣を描いた、影スルタンヒ、言者ムハンマドが、 メディナで死去した後の愛者らの妻たち、ベドウィン諸部族の王妃、女予言者、女戦士、ムハンマドの娘、ファーティマなどの女性たちを歴史的事実と虚構を交えながら描いた、メディナから遠く離れて、などを発表した。また、同じ題材により、2000年には、ロッテルダム劇場からの依頼で三幕の歌劇、愛者とメディナの女たちを執筆した。 暗黒の10年の女たち1980年までは、アルジェ大学で教弁を取りながら、シェルシェルで調査を行い、映画を制作するという多岐にわたる活動を行っていたジェバールだが、アラブ化、イスラム化が進む中、次第に活動が制限されたため、1980年にアルジェ大学を辞任して、パリ郊外に教を構え、以後、もっぱら、フランス語での執筆に専念した。 侵略と植民地支配からようやく解放されたアルジェリアが今度はイスラム主義の台頭によって1990年代に暗黒の10年に突入するとジェバールは再び暴力や死に直面する女性たちの姿を通してアルジェリアの現実を描いたアルジェリアの白、オラン、死んだ言葉のような小説に取り組み始めたジェバールは創作活動、教育、 研究活動だけでなく、自作の朗読会や講演会で、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカなどを訪れ、1983年から1989年までの6年間は、ミッテラン政権下で、経済、財政、予算大臣、国防大臣、首相を歴任したピエール・ベレゴボワからの依頼で、社会行動基金理事会に、アルジェリア移民代表として参加した。 2005年6月16日にアカデミー・フランセーズの会員に選出された。マルグリット・ユルスナールが1980年に女性で初めてアカデミー・フランセーズの会員に選出されてから25年目にして5人目、すなわち400年近いアカデミーの歴史において5人目の女性会員である。ジェバールはアカデミー・フランセーズ会員就任式の演説で、 フランス帝国時代の北アフリカは、イギリス、ポルトガル、ベルギーの植民地だった。アフリカの他の地域と同様に、一世紀半にわたって、その自然の富を奪われ、社会的基盤を破壊された。そして、アルジェリアでは、そのアイデンティティに関わる二つの言語、長い歴史を持つ世俗のベルベル語とアラビア語が、教育から排除された。エメ・セルは、すでに1950年に、 植民地主義論において、アフリカやアジアでの植民地戦争がいかに、ヨーロッパを、非文明化し、野蛮化したかを示していたことを指摘し、最後に、私は、思考点で、フランソワ・ラブレイとイブン・シーナーが対話している様子を、思い描いていると締めくくった。2015年2月6日、パリにて死去、去年78歳。ティパザ県のシェルシェル墓地に埋葬された。 突起する場合を除いて出典はアカデミーフランセーズ。合わせて、持田秋子、マグレブを代表する女性作家参照。ありがとうございます。